皆さんこんにちは、アイです。お待たせしました。今日はですね、NARS から6月25日に発売されるオーガズムオンザビーチコレクションを使ってメイクしていきたいと思います。自然な血色感を演出してくれるコスメらしいので、どんな仕上がりになるかとっても楽しみです。よかったら最後までご覧ください。ちなみにこのコレクションは数量限定です。気になった方は売り切れにご注意してくださいね。ということでスタート。はい、ザ・マルティブル、1517N オーガズムを使っていきます。リップスティック1本でチーク、アイメイク、リップを仕上げてくれる優れものでございます。で、今回はちょっとチークに使用しました。で、チークなんですけど、思った以上にすごくハイライト感がめちゃくちゃ綺麗で、手でポンポンってしただけでこんなツヤツヤ肌になるので、ちょっと予想外に綺麗だったので、お鼻周りも塗って日焼け肌に仕上げていきました。で、少し若干ちょっとハイライトと混ざって見えるので、ブラッシュのベースみたいな形で今回はつけていきました。これめっちゃ気になってたんでね、使うのとても楽しみです。オーガズムオンザビーチチークパレットを使っていきます。まず、チークパレットなんですけど、このパレットはアイメイクでも使えますし、ブラッシュチークですねでも使えますし、ハイライトも入ってるのでハイライトも全部使えるので、今回は、アイメイクに使用しようと思いました。なので、アイメイクする前にアイシャドウベースを目全体と、目の下にのせていきます。で、そしたら、チークパレットを使っていきます。この2色を混ぜてクリースにのせていきます。2色混ぜることですごく綺麗なコーラル系の色に、コーラルピンク系の色になるので、2色混ぜた方が私は好きかなって感じでした。反対側もクリースに塗っていきます。1回塗りでこんだけ綺麗なので、とってもね楽しみですよね、どうなるかね。はい、そしたら次にオレンジ系のゴールドですねを、アイホール全体にのせていきます。で、このパレットなんですけど、すごく細かな微粒子で、純度の高いピグメントを使っているので、こう重ね塗りしても全然とっても綺麗な色になるので、重ね塗りしたから重くなるっていうのはないかなと思います。で、全体的にちょっとこの濃い色をのせてます。濃いピンクをのせてます。で、重ねることによってどん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 深みが出るので、薄い色から濃い色っていう形でのせてってます。で、そしたら、最初のカラーを使って目の下に塗っていきます。最初のカラーを目の下に入れることですごく目の上とまとまって見えるので、点々バラバラっていうよりかは最初の色とに入れた方が私はすごくまとまって好きだなと思いました。この時、細めのブラシで入れてあげるとしっかり入ります。そしたら、キャラメルブロンズカラーとゴールドを混ぜて、さらに目の上に深みを足していきます。この時目尻側にちょっと中心に塗っていきました。もう本当にこのままビーチに行きたくなるようなアイカラーでしょう。すっごい綺麗です。はい、八千代歌舞伎ブラシを使っていきます。これあと別のもの持ってるんですけど、歌舞伎ブラシめちゃくちゃ良くて、今回これ初めて使わせていただくんですけど、毛が割と固めで、パウダーファンデーションでもチークでもハイライトでも何でもすごく入りやすい形だなと思いました。はい、そうしたら、ブラシオーガズム01757オーガズムを使っていきます。なんかこの血色感がさっきの1個目に塗ったリップスティック型のベースのとすごく合ってて、私たまらなく好きでした。透明感のあるブラッシュっていうのかな。そしたら、2色、1つ目の薄いゴールドとちょっと白っぽいゴールドの色を混ぜて、デコルテにまず塗っていきます。やっぱこうなんか夏ってこう太陽がすごく綺麗なので、デコルテに当ててもすごい綺麗だなと思ったので塗っていきました。そしたら、今の2色を混ぜてハイライトを塗っていくんですけど、こ
このねハイライトをなんだろうな、がっつりっていうよりかは本当にもう太陽に当たったらめちゃくちゃ綺麗っていう、私のインスタグラムの最新のポスト、私のあの一人で撮ってるベージュの上着てるトップスのねポストなんだけど、このメイクなんですけど、ぜひ見てみてほしい。ほんまにグロースキンって感じなので、ぜひ見てくださいってぐらい、あの実際に見ても綺麗だし、写真で見てもすごいグロースキンの演出してくれる、そんなパレットだなと思いました。そんなハイライトだなと思いました。そしたら次はハイライト、明るい色味を単品で使います。眉毛の下と目頭なんですけど、これは必ずやっておくと目に奥行きが出るのと、メリハリがすごく出て、あのとってもメイクが綺麗に見えるのでおすすめです。次に、ブラッシュ4077オーガズム X を目に使いました。次に、リップのレビューに行きたいと思います。2195オーガズムを使っていきたいと思います。こんな感じで、あの薄いハイライト、オレンジのハイライトがかかったようなリップでございました。めっちゃ綺麗です。しっかり色を出したい人は色を重ね塗りして、ちょっとハイライトっぽくリップを入れても綺麗かなと思います。ナチュラルが好きな方はこのまんまですごく綺麗です。はい、そしたらリップグロス N1671 オーガズも使っていきます。こんな感じでちょっと、ね、赤みがかかったオレンジなんですけど、この色めちゃくちゃ私好きで、あのリップ塗らなくてもグロスだけの発色でとってもナチュラルで綺麗なので好きですこの目のカラーとも合うし、他のアイメイクのカラーとも合うなと思いました。こんな感じで、あのフィルターかかってても綺麗だし、実際見てもとっても綺麗です。ナチュラルなオイル、お色味。はい、次にオイルインフューズドリップティントを使っていきます。リップティントなんですけど、あの乗せた時はそんな色出ないんですけどね、徐々にこう色がとっても出る感じが私はすごく好きでした。薄いピンクがかって、これがこのカラーが一番好きかなって感じ。はい、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。オーガズムオンザビーチコレクションいかがだったでしょうか。6月25日発売なので、皆様ぜひチェックしてみてください。ということでありがとうございます。また次回お会いしましょう。で、あ、忘れてた、私はあの SNS もやっているので、ぜひ概要欄チェックしてね。 I love you! Bye! Bye!